ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。とスーパーソムリエの大塚と、ゲストお二人でございます。よろしくお願いします。日立とかなさんでございます。好きの2人を呼ばせていただきます。そもそもズカちゃんの、はい、ブラインド仲間でございますね、はい、ブラインドワインでは結構モサのお二人でございますので、決勝常連のお二人を、そうでございますね、呼ばせていただきました。今回はそのかなさんの、お店でやらせていただきます、はい、よろしくお願いします。さあ、毎年恒例でございますけど、はい、これ3回目でございますね、牡蠣とワインマリアージュ、今年もやります。牡蠣はもちろん、はい、海男さんでございますね。いつもの梅さんの海男の牡蠣、でございます。美味しいですね。梅男の牡蠣、非常にですね、有名でございまして、もう本当にトップシェフとかがこぞって使いたくなるような、もう本当にシェフがもうスガラバスのも来たりとかするぐらいに本当に有名どころの牡蠣なんでございますけども、非常に小さめで味がすごく凝縮していますと。でこれをね、僕が地元同じなので、よくしていただいてるというのもありまして、牡蠣とワインを毎年こう合わせるという企画でございます。でそれを皆さん販売させていただきますので、はい、まあ、どれが合うのか、ね、今回ずらっとここございますけども、ちょっと見にくいです。はい、泡3種類ですね。ここが泡3種類ですね。全部シャンパーニュです。はい、シャンパーニュね。ここまでが泡ですね。はい、ここまで泡、下が全部白、こっち白ですね。はい、泡と今回は赤なしで、はい、ここの中から泡1、白1、まあ、白2、まあそのくらいですね、選んでそのの、カフとワインのセットを作りたいと思います。で、検証は僕たち4人でやりまして、どれが合うのか、本当それで、汚ない意見を言いながら、ちゃんと決めていきたいと思いますので、ください。さあ、やってみましょう。まずは、牡蠣に関しては3種類、今回作るというふうに聞いてます。1、お豆腐せ。海男さんの一番こう、まあ、代表作というか、もういろんな人たちがこれはいいねっていうふうに言っているのが、まずこのお豆腐せでございますね。有明県の地牡蠣でございます。で、2番目が、石花。はい、セッカ、これはですね、有明海にぶっ刺さってる牡蠣でございます、まあ、それも有明海で、3つ目がふわふわ、これも、ね、人気のあるちょっと大きめな感じですね。五島の牡蠣を、有明海に持ってきて味をつけて、そんな風な感じのやつでございますね。ですのでね、食べ比べながら、まあ、ちょっとでもだからといってですね、たくさんはないので、ワインを飲みながらどんどんいきたいと思います。じゃあワインちょっとまずは開けましょう。開けましょう。この牡蠣は絶対お腹壊さないですよ。あ、そうですね、ちゃんと生で食べても大丈夫なように、ノロの検査もしてある、そういう風な牡蠣でございます。ご安心ください。素晴らしい。まあ、のっけシャンパーニュなんですけども、これはちょっと生で合わせましょう。そうですね、はい、生で、お豆腐せ、生のお豆腐せで合わせてみたいと思います。じゃあカステルの、2003年、12,700円でございます。おい、まあ、今度ね、2023年を迎えますので、ちょうど20年ぐらい経っている、そういう風なワインでございますね。あ、いいっすね。香りで大丈夫。熟成香と、はい、この酸味の感じが合いそうですね。これは合うんじゃないか、うん、間違いなく合いますね。ラブイエール、ラブイエール、ブランク、これはブランドノワールですね。ブランドノワール、うん、好き、これ好き、美味しいな。やっぱりこう、まあヴィンテージが若々しいっていうのもあるかもしれないけど、やっぱりシャープさがありますね。そうですね、うん、各々全然違うね、確かに、違いがあってそれがいい。色もやっぱりこのさ、ピノノワールだから非常にね、色が濃い。はい、じゃあそしたらもう一個お願いします。シャンパーニュ、ベルノーレ、キタキタルプラン2013年です。おぉ、いいじゃないですか。え、あ、おいしい。ていうか、さすが僕たち、うん、選んでるシャンパーニュがベラボニウムなんですよ。味が味されます。あれですか、それらかみたいな、うん、いい感じです。うん、なんかね、コクの出し方がいいよね。一番なんかこう、なんか酸というか、こうミネラルというか、なんかこうフレッシュ感があるのがラブイエールだね。そうですね。その次が、まあ、真ん中が中央なのがこのトロワールなんか、トロワールで、そしてカステルのが一番最後ね、こうガッツリとくるイメージでございますけど、
さあ、実食しましょうか。実食。じゃあ、おのおの好きに食べてください。はい。一回ね、これね、あの殻から外して一回水で洗ってます。なぜかというと塩分が濃すぎるからです。はい。うん。うん。悪くない。いいじゃないですか。磯の香りがキュッと上がる感じがしていいですね。磯の香りとレモン系の酸味が、はい、うん、ちょっと香りが、うん、本当にレモンの香りみたいな。コクがあるからこそなんか合わせやすい感じですね。で、飲んじゃうからやっぱ美味しい。次、ラブイエール。ラブイエール。ピンク色です。うん。うん、うまっ。結構よく浅く増すな。ラブイエールもいいんですけど、びっくりしました。本当ですね。なんか臭みが全然広がらない。優しく包み込んで、さっきの磯の香りが上がってきたもんね、うん、まあ、それもそれでなんか牡蠣食ってる感じになったんだけど、混然一体としてなってきたのこの子、うん、いいですか。お、いいぞ。じゃあ最後、最後行こうか。有名のあれ行きます。近くカステラの風のちょっと、うん、椅子を楽しむ感じです。上がってきたね、今のところ。どれがいいかっつったら僕ラブイエールなんですけど。僕もですね、同じくですね。今のところちょっと軍配は軍配。まあ、これ20万ですかね。20万。これ1万で、うん、シャンパンとしてはイベリノワレうまかったですね。そうね、シャンパンとしてはむちゃくちゃ美味しかったんだけどね、合わせたらちょっとなんか違って。2年前のマリエッセットでラブリーエール使ってるんですよ、うん、これの前のやつ。これ違うやつですね。そうそう、今回のこれパラドックスなんですけど、プロローグっていう一番安いやつをラブイエール使ってめちゃくちゃあったっていう。それが確かね、あのダイゴでやった時のやつですね。結局合うかもしれないですね。ラブイエール合うんだね、やっぱりね。じゃあ次、虫。虫いきましょうか。虫なんてまた違ってきますからね、次のこれで。あっちぇーあっちぇー。ではいきます。強め、まあ、700ワットで、1分半やりました、はい、僕は絶対生よりこっちの方が好きなんですよ、圧倒的に。わあ、味が濃い。そうなんです。いただきます。濃い濃い、うん、いや、ファンマイ。まずはカステラのうまカステラいきます。うまい。なんか悪くないね。けどなんかカステラ勝っちゃうね。うまいんですかね。じゃあラビエール。ラビエール、うまい。ラビエールかな。バランスがいいですね、うん、これラビエールだわ。ちょっとこれ試す必要ないぐらいラビエールになっちゃったね。うまいですね、うん、カステラとイベルドマルは磯の磯のちょっとフワードを楽しませてくれる。ラビエールはあれですよ、カキの旨味をこう、うん、よりこうグッと持ち上げてくるような感じです。牡蠣を味わうのは多分この両サイドなんだけど、料理として美味しくなるのはこれだったっていう、うん、そうラビエールですかね。本当に牡蠣楽しみたい。うん、ちきれいいと思います。じゃあラビエールで。ラビエールにしましょう。素晴らしい。いや、これ本当にうまいんで、ラビエールにしましょう。決まりー。チンでも生でも。チンでも生でもラビエールが終わり方。でもちょっとこれもね、一応丸は取って、はい、これも丸は取ったね、うん、で、そしてこれがこんな感じなので、はい、よ、シャンパンより割とそんなに決まってる。そうですね。次、白ワイン部門に行きましょう。白ワインなんですけど、今のところ候補が6種類でございます。6種類、はい、上から、パトリック・ピューズ。シャブリ、王道ですね。そうですね、僕たちが好きなシャブリでございますね、はい。で、次、ジュセッピ、こちらはロワール、アンジュでございますね。去年もシナブランだったんですよ、はい、うん、シナブラン絶対合うと思う。絶対に合う、僕たちはね、合うと思ってるんです。でも去年のシナブランとまた方向性が違うんですね、うん、秋は磯感、こっちはもちろんフレッシュ感があるようなそんな感じですね。そうです、はい、で、マリエ・フランソワ・ジロー・コージュール・ブラン。これはちょっとダークホースな。ダークホースですね。バルサミンの良さですか。ちょっとそっち系だったと思うね。これ気になりますね。気になります。
ドキドキするね。チンしてる人めちゃくちゃあるんじゃない。ビニョーブルベティエ、サンセールラン、王道でございます。シャブリ、シャブリかサンセール。そうだね。対決が。次、スワリエロ。はい、プリメイラスビーナス。これはまたポルトガルですね。これもちょっと、まあ、合うだろう。美味しいですよね。海の味。好きなのね。で、そして、ドメル、ペレ・ミルトゥサロン。オノロングブラン、ブルーニューニューラキエ。めちゃくちゃ美味しいと思いました。牛乳でラティエ。この中で 6種類あるんですけど、まずはロワール3種類でいきたいと思います。はい、じゃあペレさん、はい、ペレさんそこでソーヴィニョン、ソーヴィニョンでいきますか。はい、ソーヴィニョン、ソーヴィニョン、僕は3種類真ん中にソーヴィニョンです。はい、じゃあそしたらペレからいきますか。めちゃくちゃ美味しいんですから、ね、ペレうまいんですよ。いただきます。いただきます。これはいいソーヴィニョンなんです。うまい、うまっ。マイル来てますね。ずっと飲みたくなっちゃいます。あー、ワインだって、うわやっぱすげえいいなこれ。下に広がるこの旨味が、うわいい。次、サンセールいきます。あ、サンセールですね。あ、ビシッビシッ、キレキレ感があります。キレッキレっすよ。ザ・サンセールです。うわお手本、お手本だわ。ちょっと青臭さもあるね。うん、王道ですね。さあ、そして最後ジュセッピ。僕これ好きなんですよね。そう、好きなんだけどさ、果たしてこいつはどうなんだ。あ、これこれこれいいですね。うまい。あ、唾液ドッパドパ。めちゃくちゃ買いましたね。やばいねこれは。うわ美味しい。ちょっと梅のニュアンスもあってね。そうですね。うん、確かに確かに。あー、うめぇ。あ、違う、ちくしょう、梅のニュアンスがあるからうめって言ったんじゃない。僕はそういうことじゃないんだ。かけたんです。かけてない、かけてということで、じゃあチンガキといきましょう。はい、はい、これはふわふわです。ふわふわ、好きなやつだ。え、本当にふわふわですけど、そこから来てるんですか。そうです、そうです。メントスロンかな。うん、面白いね。うん、一票、うんうん、丸ぐらいです。丸ぐらいもありますね。うん、あ、うんうん、引き立ちつつもちゃんとうまく乗せてくれる感じ、うん、良きです。良い。サンセール、ここにサンセールってどうなんだ。じゃあなんか王道のマリアージュっていうのは、そうですね、なんか上にこうレモン汁をかけるようなイメージ。あー、はい、秘密にはそういう、うん、はい、じゃあ次です。うん、これは決まったんじゃないか。僕はこれでいいです。母さんとうまいです。すごいですね。お汁と一緒にいけますか。うん、これ汁のこのしょっぱさもいけると思う。汁マリアージュがうまいわ。あ、うまいな。まあ、大丈夫大丈夫、最高に良かった。最高に恐ろしい。じゃあ、ジュセピ20万。20万です。花丸でもいい。花丸、もう花丸いきます。もう花丸でもいいと思います。花丸、そうなんだ。ベルティエサンセール丸丸。ペレはペレは丸丸丸な、丸だね。まあ実際なんか2つは20万でいいですよ。20万です。まあ素晴らしかったですね。磯臭さ残すとかそういうのも食べてによって、うん、確かにそれが好きな人にとってはちょっとそうですね。確かに。ちょっと同じワインで次はセッカでいってみましょうか。あ、せっかくなんだと思うんです。あ早い。電光石火。いやー、やっぱりさすがですもん。親父ギャグのオンパレード。失礼しました。こっちはうまいっすよ。めっちゃ美味しいです。今まで食べた中で一番美味しいかな。ほら、わかるじゃん、かなさん。こんななんか味の濃い牡蠣を食べたとか、なんかこんな。本当に濃縮感がすごいですね。ね、濃厚よね。味、牡蠣の味。牡蠣の味。牡蠣のいいところの味でも。なんか結構本当にワインに合う牡蠣だなと思います。あ、素晴らしいですね。あ、そうなんですね。じゃあ次はセッカですね。はい。はい。ちょっと違うスタイルの牡蠣ですけど、セッカってなんか平べったいですよ。平べったい感じですね。僕はこっち結構好きなんですけど、こう揚げ焼きが地牡蠣の一つです。じゃあいただきます。
やっぱこれ好きなんだよな。あ、せっかミネラル感すごい。もうなんかエキスみたいなのがシュワッと出てきますね。シュワッといいですね。わかります。メンズサロン今来てますね。来てますね。せっかにはいいですね。これめちゃくちゃありませんか。めちゃくちゃありますね。もうなくなっちゃいました。あ、お願いします。一口じゃん。なるほど、合いましたね。これはすごいですね。じゃあ次。うん、完成。せっかこのせっかがすごいのかもしれない、もしかしたら。せっかと装備の相性いいね。単体で飲むのと全然こう印象が変わってきますよね。うんうん、なんかむっちゃフルーティーになんなかった、うん、あ、そうですね。ラスト。シュガンいや、すいません、ジュセピっすね。最高ですね。めっちゃ、うん、あの、この順番変わってない。うん、いいですね。うん、まあ、とりあえずジュセッピ第一候補だね。第一ですね。うん、ちょっとせっかそのこのメンツさんとかめちゃくちゃいいなと思って。うん、正直去年のシャトーイボンヌにこっちの方が合ってる。合ってます。うん、うまいうまい。あ、ちゅうかね、進む、ちょっとやばい。そうなんですよ。気づいたらさっぱりなんか、はい、秒でなくなる感じがします。とりあえずロンアールナンバーワンはジュセッピ。まあ1番ジュセッピ、はい、2番メンツーサロン、メンツーサロンペレ、3番サンセル。いや、もうサンセルも美味しいんだけど、普通に美味しいです。あ、バッチリ合ったんだけど、ちょっとこの2つが強すぎた。強すぎました、ね。うん、全然美味しいんですけど ね、うん、だからめちゃくちゃサンセルの王道を積んだんだけどね、うん、いやちょっとこいつらのやっぱりちょっとかっこよさに負けちゃいましたね。パ、うんうん、トリック・ピューズ、マリー・フランソワ・ジロー、スワリエロ、そうね、もうめちゃくちゃ楽しみです。シャブリー、ローヌ、ポルトガル、この3つがどういう風に来るのか。ソムリン的にはもう確実に合うやつを見つけたからちょっと心に余裕があります。余裕があるね。ここでどう食い込んでくるか。いやでもちょっと期待値あるよね。もしこの花丸級が出てくるんだったら、うん、もしかしたら、いやもしかしたら淡い1本、白2本かもしれない。次、白第2弾でございます。ダイヤン第2弾ですね。パトリック・ピューズ、まあお約束しゃぶりでございます。カキといえばしゃぶりと言われますけどね。カキしゃぶりはもう定番ですか。定番は定番でもね、合わないって言われるんだけど合わせます、はい、間違いなく合わせます。次、マリエ・フランソワ・ジロー、これはね、コージュ・ローン・ブラウンですね、はい、僕たちが大好きな、本当に大好きなこうローンの生産者でございますね。そして、スワリエロ、わかりました。ポルトガル。じゃあこの3つじゃあやってみましょう。まずささっとテイスティングしましょうか。はい、いただきます。じゃあ最初パトリック・ピューズですね。ビシッビシッ、さすが。こんなにキレキレでしたっけ。キレキレ、ピューズキレキレだと思う。バーッと、アルコール度数 12%。 さすが、もうザ王道シャブリ大好き、ピューズさん、これですよ。シャブリってやっぱこうなんですよ。なんか最近のね、シャブリ僕嫌いなの。甘やかですよね。サンライズなんだよ、めっちゃ。これですよ。サンライズですよね。サンが。ライズしてます。ライズしてます。はい、サンライズです。さすが。ありがとうございます。グナッシュブランクレレット。なるほどね。ゴール、あー、バラエティさもあってやっぱりいいかもしれないです。うまみが結構ちゃんとぎっちりくるようなイメージだね、うん、ワインとして柔らかい。この、ね、ワイン、あの赤ワインに関してもすごいうまみがくるやつなんですよ。次、スワリエロ。早い。うまい。なんかもう牡蠣の、自分の唇のついた牡蠣の汁と合ったんですけど。あの、そうですね、ここについた時の牡蠣の顔と違和感が全くないですよね。てか、そもそも書きすぎてやばかったっていうところがあって、でもなんかつまんねえなと思うところもある。どうなるか、つまんないのがいいと思います。でも食べてみないと分かんないですしね、はい、そうなんです。うまいな、ピューズ。うん、めちゃくちゃうまいんですけど。なんか書きが美味しすぎて気が散るというしゃぶりうまっ。しゃぶり、しゃぶり相性いいです。これめちゃくちゃ合うね。あ、合う。めちゃくちゃ合うじゃん。ちょっと恐ろしいな。え、王道しゃぶりとこのうまみ、うん、これいいじゃん。
はい、ではいただきます、はい、しゃぶりが合うってこういうことなんや違和感がないどころか、はい、それぞれのこの牡蠣の様子、ワインの様子がこうなっていく感じなんか、頑固な匠がこうさ、お前はこうだろ、ああだろって、おー、分かってんじゃんみたいな感じでこう上に来てる感じねこれは、うまいっすねこれ、花丸だねこれ、花丸ね次いきますロールめっちゃ合いますけど喧嘩はしない、普通に合 う、 そうです、だが、普通なんだなまあ、うんうん、飛び抜けはしないねけども、合いますね合うね合います、うん、ちょっと、まあ、ロードの華やかさが気になるかなっていう華やかさが、ちょっとしりしやっぱりちょっと僕たちが懸念したやつが出たねそうですね、うん、ビオニエだと強すぎるんですよ、ね、うん丸一つぐらいだよね、うん、そうですねうん、ありがとうございます全然、良い、うん、よし、じゃあラスト座りやろサリュウリュの場合は生牡蠣とかの便利かもしれないつまんなくなったな、うん、なんか水です、うん、水を飲んでるイメージになっちゃうこれはまあおしゃぶりでしょうねおしゃぶりですねおしゃぶりですね、はい、おしゃぶりですちょっとこの敬う形でああなるほどなるほどつけてみなるほどなるほどおしゃぶりを丁寧ご用意おしゃぶり様ですねまあまあまあ、キューズですね、はい、これは本当に良かったで、もうこれ花丸で良かったよね花丸でいいと思いますマリエフランス人、まあ、1個丸だったよねビーニメリテと同じぐらいだったよねそうですねで、スワリエロがこのペレと同じぐらいだった20丸でもまあ、どっちかというとペレの方が良かったよねそうですねペレの方が、その、こんな感じでしたよね、あ、でもパトリック・キューズ花丸かあ、花丸ですね結構花丸多いなてか丸がついてるからもう全然まあ正直もう販売するやつだったらとまあこの子たちですねそうですもう高い高くなった一番今回の高いワインになってしまったじゃないか平川さんの狙い通りじゃないですかいや全然狙ってねえよこれこれこれちょっと待ってよこれちょっと困っちゃうよこれはコウドリしてるぐらいのあれあマジでこうなったマジ万吉ですねこれはああなるほどでも実際合うからしょうがないですね本当だね本当に合うと思いますしゃぶり飲んだ時にあこれかって思っちゃいました、うんちょっとなんか増量セットも作った方がいいかなこれ3つこれだってさなんか方向性が違うマリアージュだったりそうですか間違いなく違うこの2つってキューズと次席って、うん、これ両方とも使いたいなっていうふうに思うんで、うん、次席はね本当牡蠣のちょっとチンした後の汁と一緒にでも飲めるというかなんかしょっぱさんだよねそうそうそうだからしょっぱい甘いでなんか次席ってやっぱ少し甘いんですよでそこでちょっとしょっぱい甘いのはなんかこういい感じの面白さがあったりがするところとでピューズに関してはもう圧倒的にこのこれが合うしゃぶりあったかなと思うぐらい合いましたね、これよかったねしゃぶりってなんか合わないっていう人多いじゃないですか、うん、その中であこういうの多分合うっていうのがあって感動しました本当ダブイエルを基軸にしながら、はい、パトリック・キューズそしてジュセピこの2つですね、はい、3本と泡白泡白はいそうしますこんな感じでやらせていただきたいと思います最初の2本セットじゃないとねつまらないと思いますのでちょっとね3本セットになってくるとねちょっと牡蠣足んねえんじゃないかなと思うところもあるから、うん、足りないですね多分1本ですぐなくなっちゃいますね、うん、あとこう蒸したり生で食べたりとかこういろいろバリエーションを組み合わせて食べてほしいですね、うん、正直食っててまだ食えるでしょいや全然、はい、まだ余裕でしょ足りないぐらいです足りないぐらいです足りないでしたパワーはラブイエルズこちらですねでしゃぶり白はシャブリズ自席これね2年連続、まあ、シュナンブランが来るっていうね素晴らしいですねちょっとやっぱ合うだろうなと思ったのがやっぱり合う、うん、やっぱりシナプランの甘さっていうものとしょっぱさっていう牡蠣のしょっぱさがやっぱり抜群に合うっていうのとちょっとこの頑固一徹なこのしゃぶりがやっぱりこれ厚みがあったね強かった、ね、今回のは最初単体飲んでもすごいな力強さと、うん、そうもうしゃぶりらしい
パリレモンみたいな感じ。いや、これ20年だよね。20年ってすごく熱いヴィンテージっていう風に言われるので、だからここまで綺麗に作る、ここまで3を立たせてうまく作るっていうのは本当にすごいなっていう風に、このピューズさんの実力だと思いますね。で、そしてこのラグリエールカラス、ちょっとこの3つちょっとやばいなっていう風に思ったこのワインたちにバチリ牡蠣が合いましたので、こちら販売させていただきます。ぜひですね、あの年末年始、まあ、そしてワインが、まあ、実際牡蠣が美味しくなるのって実は2月とか3月とか4月とかもうそのあたりになるんですよ。あの卵を吐く手前ぐらいもずっと美味しいので、このセットずっと売っていけるようにちょっとワインも加工していこうと思いますので、ぜひですねご購入いただければと思います。牡蠣好きのお二人はどうでした？いや、もう抜群の組み合わせって感じですよ、本当に。ぜひね、あの、しだちも、あれね、はい、あの、実家のお父さん、お母さんとかに、はい、送っていただければと思います。ぜひ、せっかちゃんとそうですよ。せっかちゃんと、実家で。実家に。すごいな、よく拾えるな。すごいな。はい、ここが、あ、失礼しました。そういうわけ。ラブラブなんか。ラブリー。ラブリー。さすが通じちゃってる。ありがとうございます。ここ買えないやつとかもね、なんか自分で気になったら試してみたいなっていうものがあれば、そうですね、楽天とかも遊んでる。そうです、そうです。そもそもここにあるワイン全部美味しいので、めちゃくちゃ美味しい、はい、確かに全部美味しかったです。全部美味しいので、いただいたワインはもう本当に抜群に牡蠣が合う、はい、もうあのネガティブな要素も全くない、一個も合わないのが良かったですね、はい、あの見合わせでした、ね、その辺のなんかね、あのボイスターバーとかだったら、ね、僕たちが普通にこのシングル丸をつけてるやつを全然出さないので、間違いない、僕たちのこの花村は最高に合うので、ぜひご購入ください、はい、よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんがね、あの食べてハッピーになる楽しみに私たちしておりますので、ぜひね、なんかいろいろとご感想もツイッターなり、あの動画のコメントでいただければと思います、はい、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。来年か。